どうもー、皆さん、こんにちは、キョキョでーす。今回はですね、ジューバルキリーって皆さんご存知ですかね。私も一回紹介したことがあるんですけれども、バルキリー14体編成に紹介してみたいと思います。はい、今回がですね、40人対戦で相手の敵が36番なんですよ。なので、結構ちょっとレベル的にはタウンホール8レベルとかになってしまうんですけれども、まあしっかりと、その、流れをね、しっかりと自分の中で組んでいけば、もし防衛施設のレベルが上がっても、このユニットレベルでも勝つことができます。はい。ということで、早速見ていきたいと思います。まあ、10バルキリーのコツとしては、やっぱりそのバルキリーがね、逸れたら終わりなんですよ。なので、もうバルキリーを逸らせないように、いかにサイドカットで、もう進軍していくか。そしてこの後出しゴーレムなんですけれども、やはりそのゴーレム2体でサイドカットして、もう、ゴーレムとかここ HP ないんですよ、ほとんど。ですので、しっかりと、その盾役を追加するっていうんですよね。まあそのバルキリーが盾になってくれるのがバルキリーのいいところでもあるんですけれども、やっぱバルキリーね、こう、火力が命な、はい、なんつうか攻め方なので、もうなんかそのヒーリングとかもなんか無駄打ちしたくないっていうのがあるんですよ、正直。なので、しっかりとゴーレムでターゲットを集めるってことで、後出しゴーレムっていうのが非常にこの攻めでポイントとなってきます。まあですね、このような感じでバルキリーの数ですよ。もう、数。なんだこのうじゃうじゃ感。ねえ。そして、今回の10バルキリーのポイントとしては、裏ホグとか、そのサイドカット用のホグライダーっていうのが一切いないんですね。なので、本当に火力で押す、勢いで押すっていう攻め方になっていますね。基本的には、本当まあ、バルキリーの使い方としては、ペッカを使うような感じが、だと思えばいいかなと思いますね。やはりそのバルキリーを反らせない。そしてバルキリーをこう、しっかりと中心部に進軍させていくっていうのがこの、攻め方で重要となってきます。まあね、タウンホール9の方でそのバルキリーがね、まだね、上がってないよっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、どうなのかな。ちょっとアーチャクイと今戦ってますけどね。まあ、バルキリーのレベルはほんとね、上げた方がいいですね。その、タウンホール9の序盤に上げるべきユニットに入ってくるのではないかなと、私最近思ってきました。まあ、そんなね、ギョギョ、バルキリーのレベル、なんだっけな、レベル3とかなんですけど、レベル2かな、うん、そうなんですけど、はい、すいません。別に私のタウンホール9の時代、そんなバルキリー流行ってなかったんですよ。うん、そうなんですよね。ほんとに。ハイブリッドとかもまだなかったんですよ。はい。ということで、まあ、今回は、10バルキリー、皆さんやってみてですね。友達で、これ10バルキリー積んだぜ、って、まあ、ドヤ顔でね、まあ、喋っていただければ。そして、まあね、お前知らないのお前10バルキリー。お前、キヨキヨさんの動画見ろよとね、ちょっと言っていただければね。はい、嬉しい。うわ風邪清です。風邪清です、本当に。皆さん、風邪には気をつけて、10バルキリー楽しんでみてください。ということで、ご視聴おろしょう。チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。